カムカムエブリバディでね、今、深ちゃんでね、いや、久しぶりにでも深津さんがね、ドラマに戻ってきたって感じなんですけど、神秘的だが、親近感もある女優が連ドラの世界に戻ってきたと。カムカムエブリバディで、深津が演じるのは、現在放送中の大阪ルイ、大阪へのルイ。シャッチもね、ルイちゃんね。今回のその朝ドラは NHK の熱烈なオファーで実現と。ははは、なるほどなるほど。深津さんってね、事実婚みたいな形なんですよね。今回も15年以上の関係にある恋人とスタイリストの、白山春久氏が寄り添い、専属のスタイリストとして活躍して、そういうことをね、だから深津さんのあの格好ファッションとかが、かっこいいのは、愛の力なんですね。まあ、いわゆる、事実婚の旦那さんが、まあ、彼がね、スタイリングしてるってことなんですね。かつては晩餐のためにバラエティも出演した深津だが、最近は取材そのものを受けることが減っており、それはカムカムについても変わらないと。あ、なるほど。晩餐は出ないのか。モネちゃんはバンバン出てましたからね。数少ないファッション誌のインタビューもほとんど海外で受けていて、その際も白山さんはスタイリストとしてほぼ全てのロケに同行しています。取材先はサンフランシスコやパリ、コペンハーゲンなど、コロナ前はイギリスの長期間の滞在をしていたこともあります。恋人と一緒に仕事として海外に行けるなんて羨ましいと冗談をめかしている人もいますが、それだけ信頼し合っているパートナーなのだと思います。深津さんは自分に似合う服をよく知っていますが、それも白山さんの影響が大きいでしょう。交際15年以上で年齢は40代後半。大人同士の関係を貫く深津には結婚という選択肢はないようだ。表現者として深津さんにとっては家族がいないというのがベストな選択だと思います。ストイックですね。一人で自立しているからこそ、のびのびとした仕事だけを選べているとも言えるでしょう。所属先にも恵まれていて、看板俳優アーティストを抱える大手事務所なので、深津さんが仕事を詰め込む必要がないのも大きいと思います。これはアミューズですよね、深津さんはね。ただアミューズってそこまでいい事務所なんですよね。深津ちゃんは彼女ほどの立ち位置の女優さんの中では確かにそれほど稼いでいるわけではないです。でもお金よりも優先させることはしっかりとあるのが深津ちゃん。だから拘束期間が長いけれどギャラが高いわけでもない舞台や映画の仕事を自らの意思で選んでいるのです。白山さんとお互いの仕事を尊重し合いながら支え合う、彼女にとって今が一番充実した人生なのではないでしょうか。すごいいいですよね、そういうのはね。なんかでも今回の深津さんのルイはすごい綺麗だなと思いますよね。カムカム大阪へも中盤から後半へと差し掛かり、ルイの恋人へのまっすぐな思いに、心を打たれる視聴者が続出中、公私ともに深津の生き方に日本中が魅了される日々がしばらく続きそうだって。なかなかね、日本人じゃね、こういう関係性ってあんまり考えられない。あ、なるほどね。昨年末エステで体のメンテナンスを終えた深津エリの写真が載ってるんです。やっぱりメンテナンス欠かせないんでしょうね。だってもうアラフィフには思えないほど、もう49歳なんですよね。思えないほど若々しいというか、ねえ、世の中でね、アラフィフでね、崩れ切ってる人もいるわけじゃないですか。いや、でも、すごく自分にね、厳しくストイックにね、しっかりと自分のね、美しさを保ってる人なんだなっていうふうに感じますよね。最初ほんと18歳ってのがね、役がね、違和感あったんですけどね。ずっと見てると見えてくるから不思議ですよね。で、前髪こうね、おでこ隠す、傷を隠すから前髪こうやってるけど、たまにこうパラッとこう前髪がね、こうなるんですよね。それがまたね、美しいんですよ。前髪あると幼くなるけど、前髪がこう溶けるとね、これがまたね、ちょっと大人っぽくなってね、美しいんですよね。すごいなと思いますよ、深津さんは。でももうそろそろ、じゃあ終わりなんですかね。名残惜しいですけど、もうちょっとですね。ではでは。